俺たちはこの頃シオンの身にまさかあんなことが起こるなんて思いもしなかった。ねえ、明日天気も良さそうだし、みんなで潮干狩りに行かない？そうね、私もお勉強ばかりじゃ疲れちゃうから気分転換に行くわ。私は行かないわ。私が海苦手なことみんな知ってるでしょ。潮干狩りは潮の引いた浜でやるんだから泳げなくたって大丈夫だ。それに何かあっても俺がついてる。レオ、じゃあ行こうかな。この時はまだ楽しかった。あんなことが起こるなんて誰も知らなかったから。青い海に白い雲、まさに潮干狩り日和。ケイのために海鮮庫掘ってみせるぜ。いやいくらなんでも千個は言い過ぎでしょ。ところでシオンは ここにいるわよ。浮き輪までしてるのかだぜ。だからここまでしなくても俺が守るって言ってたろ。さああっちの方行くぞ。みんな、ここ早速1個あったよ。ナイスリオン。あ、レオ見て、ここに発見。本当だって。悪い、俺飲み物持ってくるの忘れたわ。ちょっと取ってきてもいいか。うん、私ここでせっせと取ってるね。おう、すぐ戻るな。シオンね、頑張って貝をいっぱい掘ってレオ君に美味しい貝料理を作って食べさせたいって思ってるんだって。ほんとレオ君と付き合い始めてから変わったよね。そうなのか。そんなことを聞いた俺はついつい嬉しくてリオンたちと長話をしてしまった。あ、やべえ、つい長く話してしまった。シオンのところに戻らないと。シオン、ごめん、ちょっとゆっくりしてしま…あ、シオン、おいシオン、しっかりしろ。なに、シオン、おい、大丈夫かシオン。こんな浅い水たまりなのにどうして。何かに転んじゃって顔が水に浸かってパニックになっちゃったのかしら。シオン、しっかりするんだ。目を覚ませ。シオン。私、水に溺れて息ができなくて。シオン、びっくりさせないでよ。よかった、大事にならなくて。本当だよ、こっちの心臓が止まりそうだったよ。俺がついてるから大丈夫だって言って無理に連れてきたのにこんなことになって。シオン、ごめん、俺が目を離した隙に本当にごめん。レオ、何するのよ。シオン、言って。でも仕方ないよ、ちゃんとシオンを見てなくて溺れて苦しい思いをさせたのは俺なんだから。何言ってんのよ、あんた誰よ。いきなり何してくれてんの、気持ち悪い。誰って。あんたたちもみんな誰、そして私も誰。ここはどこ。そう、シオンは溺れたショックで記憶喪失になっていた。だから俺たちは必死に説明した。私はシオン、そしてあんたが私の双子の妹でリオン、そしてあんたたちは同じクラスの友達。わからない、全然覚えてない。シオン、この人はシオンの彼氏だよ。それも覚えてないの。ああ、さっき私に急に抱きついてきた気持ち悪い男ね。知るわけないじゃない。仕方ないわ、今日はもうとりあえず帰りましょう。何かをきっかけに思い出せるかもしれないし。うん、そうだね。じゃあ帰ろっか。ほら、シオン、帰ろう。うん、でも、これもういいよ、これは海に戻そう。あ、俺のことを知るわけないって気持ち悪い男って。まあまあレオ、そのうち思い出してくれるはずだから元気を出すだぜ。きっとすぐ記憶は戻る、戻ってくれ。俺はただただ祈った。シオン、リオンから電話があってびっくりしたのよ。大丈夫なの。この人はママ、うん、そうだよ、私たちのママ。ママ、シオンにあれを作ってやって。わかったわ。シオンが大好きで小さい頃から飲んでるレモネードね。ちょっと待ってて。はい、これを飲んでゆっくり休みなさい。ありがとうございます。あー、レモンと蜂蜜のいい香り、懐かしいわ。これはママの味。ママ、シオン、よかった。本当だよ、思ったよりも
ば、たくみ様？たくみ様といえば、リオン？そう、すごいシオン思い出せたじゃん！よかった！こんな感じで、シオンの記憶はみんなが思ったよりも早く回復していった。この前歯の虫歯といえば、K！ あなたは K ね！それで思い出すなんてあんまり嬉しくないけど、でもよかったよ！シオン、俺の愛する K を真っ先に思い出してくれてありがとうだぜ！だぜ、愛する K？ この口癖は確か、チャック？おー、その通りだぜ！俺はチャックだぜ！よかったわ、私も責任感じてたの。潮干狩りなんか行かずに、みんなお家でお勉強しましょうって言えばよかったって。その優等生発言、お勉強大好き、エマ。エマじゃない？そうよ、私優等生のエマよ。それじゃあと思い出してないのは。シオン、本当に今回は悪かった。俺がついてるって言ったのに怖い目に合わせて。レオくんのせいじゃないよ。レイシオン、レオくんのことを思い出した？じえ、決め台詞って？事件が俺を呼んでいるとか、謎はすべて解けたとか、これでビシッと解決もよ。あ、三連発で言ってみる。何それ、まったく名探偵気取りなの？別にこんな人思い出したくもないし。いくらなんでもひどすぎるよシオン。なんでレオのことだけ思い出せないのかしら。そう、シオンは結局俺のことだけ思い出せなかった。はぁ、あ、このままずっと思い出してくれないのかな。レオ、そんなに落ち込むなだぜ。それにしても不思議だぜ、あんなに仲良くやってたのに。シオンは結局俺のことをそこまで好きじゃなかったのかもしれないな。いや、最近の様子じゃ羨ましくなるぐらいシオンもレオのこと好きだったと思うぜ。それじゃあなんで。そうだ、シオンをレオの探偵事務所に連れてってみたら。シオン、あそこにもよく出入りしてたよね。そしたら少しは何か思い出すかもしれないよ。そうか、さすが K だぜ。早速放課後連れて行くようにリオンに言ってみるだぜ。ちょっとリオン、私をどこに連れて行くのよ。いいから早く早く。レオくんと付き合い始めてからやっとシオンも普通の女の子らしくなってきたのに、このままじゃ二人はダメになっちゃう。はい、レオくん連れてきたよ。どこに連れてかれるのかと思ったら、あんたは探偵気取りの男。レオだよ、別に気取ってるわけじゃないさ。ねえシオン、シオンはここにも何回か遊びに来てるんだよ。この部屋を見て何か思い出さない？私がここに？ここ、推理小説がたくさんと、かわいいお人形？何あんた、二重人格？それにこの本、ミステリー小説に推理クイズ、事件の真相ってタイトル。あんたってマジの推理オタクなのね。気持ち悪い。はぁ、なんか付き合う前よりレオくんに対する当たりが強くなってる気がするね。ごめんねレオくん。リオンが悪いんじゃないから謝るな。なんで俺のことだけ思い出してくれないのかわからないけど、俺は気長に待つよ。それまでなんて言われたって平気さ。俺はどんなシオンも好きなんだ。ところでシオンは最近霊感はどうなんだろう。相変わらず冴えてる？霊感？そういえば毎日休むことなかった朝の滝修行、あの日以来行ってないかも。ねえシオン、行ってないよね。滝修行？何それ？滝修行のことも覚えてないの？そう言われると、今までだと家や学校で毎日幽霊と会話してたのに、ここんとこしてない気がする。ってことはシオンから霊能力がなくなったってことか？何二人ともごちゃごちゃ言ってるの？私ここにもこの人にも用ないから帰るよ。リオン、ちょっと待ってよシオンってば。あ、
そうよ、待ちなさいシオン。何この人。嫌だ、近寄らないで。シオン、あんなに尊敬しているレイコさんのことを。なんで？シオンの体の中に入っているのは誰？シオンの体の中？見える、見えるわ。あなたは恋人と海に遊びに来ていて、運にも溺れて亡くなった女の子。シオンの中にそんな霊が？まさかあの水たまりで溺れた時にシオンに取り付いたの？そう、そしてシオンに嫉妬して彼氏との仲を引き裂くために彼氏の記憶をなくそうとしてる。苦しい。レイコさん、やめてください。シオンが苦しんでる。俺のことはもう思い出さなくていいから、シオンを苦しめないでください。いいえ、苦しいのは一時のこと。この霊がずっと居続ける方がシオンにとっては苦しいこと。さあ霊よ、出て行きなさい。シオン大丈夫か？レオ、シオン思い出したのか、俺のこと。私が取った貝はバケツに入れてたの。レオに美味しいパスタとクラムチャウダーを作ってあげたくて、怖かったけど頑張って海に行ったのに。シオン、そんなこと、もういいんだよ。お前さえ戻ってきてくれたら料理なんて。出て行ったレイがどうか成仏できますように。本当によかったシオン。ちょっと待って、どうしてレイコさんがここに？あなたがここ数日朝の滝行に来ないから心配していたの。そして霊視をしたら海で溺れたあなたとあなたに取り付いた霊が見えたのよ。レイコさん、やっぱりレイコさんはすごいです。ありがとうございます。そして霊に取り付かれるなんて、私はまだまだね。レオ、私休んでた分取り戻さないといけないから、当分デートはできないからね。ちょっとシオン、せっかくレオ君の記憶が戻ったのにそんな言い方。いや、いいんだ、それがシオンらしくて一番いい。みんなもシオンの記憶が戻ってよかったねって思ってくれたら評価をぜひ。